はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、マエチンと一緒に新企画始めていこうと思います。マエチンよろしくね。よろしくお願いします。でもマエチンの腕にかかってるから怖いんだよなうちはいつも定点ですけど、もう1カメでね、マエチン手持ちで撮ってもらってるから、これマエチンの映像が死んでたらこの企画終了ですからOK 圧力かけないでほしい。手が震える。で、今日ねやる新企画なんですけれども、ちょっとね、今木更津市に来ておりまして、駅前なんですよ。で、駅にいるタクシーの運転手さんに、この木更津市のおすすめの飲食店連れてってくださいとお話しして、その方のねおすすめの食べ物を食べて、このね木更津の良さを伝えようという、まあ、新企画でございます。まあ正直ね、テレビでね最近タクシーの運転手さんに美味しいものを聞いていくみたいな企画をやってる番組もございますが、パクリです早速ね、ちょっと運転手さんの方にお話を聞いて、おすすめのね飲食店に連れて行ってもらおうと思います。じゃあ行こうか。行きましょうか。はい。なんか毎日は食いたいもんってある？何が有名か分かんないですよね、木更津が。木更津といえば、まあでもやっぱ海鮮とかは多い気がするんだけど、千葉とかって海も近いから、まあ美味しい海鮮食えたらいいなっていう気はするんだけど、ちょっと今タクシーの運転手さんに聞いてくるわ。俺さ、ちょっとお聞きしたいんですけど、木更津で美味しいもの食べに回ってて、おすすめのお店があれば連れてっていただきたいなと思うんですけど、大丈夫ですか？お魚いいですね。運転手さんになんかおすすめのでいいんで乗せてってもらっても大丈夫ですか？いいですか？ありがとうございます。でちょっと失礼します。すみません、急なお話だったのありがとうございます。やっぱりこっちの木更津の方とかだと海鮮がうまいんですかね。お父さんのおすすめのお店ってどんなお店なんですか？はい、なんか海鮮とか、はい、私は入ったことないか分かんないんです。あ、なるほどなるほどなるほど。海鮮かいいですね。当たりかもしれない。当たりかもしれないね看板が出てるなって。はい、生き生き亭さん。お、めちゃくちゃ海鮮じゃないですか。すごい海鮮じゃないですか浜焼きとかあんのか。いいですね。うまそうちゃんと海の方だ。めちゃくちゃ海だよ。綺麗いいね。漁港の方だもん。そうね、完全に、うん、ありがとうございます、はい、ということで、今ね運転手さんに連れてきてもらったおすすめのお店、こちら生き生き亭さんでございます。ゴリゴリ海鮮系だね。もう海の目の前、海の目の前ちょっと向こうすごい見てよ。すごい、ね、もう湾の目の前というか海の目の前というか、多分なんだけどこれ向こう側に海鮮浜焼き食べ放題とか、なんか牡蠣の食べ放題みたいなの時期でやってるっぽいから、結構観光客の方向けなんかな。ただまあめちゃくちゃこう道中とかもさ、デカデカ看板あったから、そうですね、まあ、期待は高まるよね。じゃあ早速食べに行ってみましょうか。はい、はい、行きましょうか。いいね、めちゃくちゃこの漁港の店って感じだね。いいですね。店頭にこれメニューとか載ってるけど結構種類あるよ。この企画本来はね、タクシーの運転手さんにおすすめを聞いて、まあ、そのおすすめのメニューを食べようと思ったんだけど、まあ、ちょっと運転手さんね来たことないって言ってたから、今回は特別にねちょっと好きなもの食べていこうか。食べたいものめっちゃあるっす。もう食べたいもの食べよう今日は。いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ早速中ちょっと行っちゃいましょうか。行きましょうか。はい、ということで、ただいまね、店内に入ってまいりました。こちらのお店は、まあ、定食とかもそのまま頼めるんだけど、セルフでね、この浜焼きができるみたいで、いろんなね、海鮮系を取ったりとかして食べれるらしいんだけど、まあ、今日はね、ランチだから、定食にします？そうですね、定食食べたいです。そうだよね。注文の方がね、レジの方でやるらしいので、食べたいもん決めて、頼みに行きますか？はい、行きましょうか。はい。ということで、ただいまね、注文は終了いたしました。ちょっと中ね、これちょっと今汗かいてるんだけど、浜焼きをいろんな各テーブルでやってるんで、結構ね、熱気が溜まってて、中熱いんですよ。なのでちょっと、ノンアルなんですけど、一回やっちゃいますか。そうですね。はい。あ、いくらこっちです。はい、ありがとうございます。こちらがいくらでございます。ありがとうございます。ということで、メニュー来ちゃったよ、乾杯する前に。しちゃいましたね。取ってもらっていい？めちゃくちゃ綺麗だよ。これがね、ウニイクラ丼ですね。で、そのマエチンがイクラ丼？これイクラ丼です。じゃあちょっと、一旦乾杯しますか。乾杯しますか。はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。うめえな。まだ何の仕事もしてないけどうめえな。じゃあちょっといただいちゃいますか。いただきます。はい、じゃあいただきます。いいですか。これね、ウニイクラ丼、僕のこんな感じっすよ。このイクラの粒にこのウニね、まあ、これでお味噌汁と、まあ、おしんこのセットだね。そしてこれ醤油いっちゃいますか。よ、
うわぁ、ひとまずこれいくらからいっちゃっていいかな。いや、いっちゃってください。うわぁ、やばいっしょ、やばいっしょこれ。やばいやばい、うわ、うまそう。ちょっといただきます。うまいよ。うまくないわけないよ。どんなの絶対うまいよ。うわぁ、これウニやばくないこれ。見せてください。ウニいい感じじゃないこれ。あ、ちゃんとプリプリしてるし、臭みもないから。いや、臭みないですね。それを話持った。ちゃんとある。ちゃんとあるけど、まあ、ウニ好きがね、満足するような風味がしっかりあって。なるほどですね。うん、おいしいよ。もちょっと毎日も食べちゃっていいですか。うん、え、イクラめっちゃ食いたかった。めっちゃ食いたかったんですよ。いい顔してんな。間違いないうまっ。うまい。でもいいね、これ浜でこういうの食うのいいね。うまいですね。うまいね。なんか違うですよね、なんかそこら辺の近所で食うのと違うよやっぱ。うん、正直物が一緒だったとしてもこっちの方がうまく感じるもん。全然違う。うん、これ来たよ、アジフライ。すごい量頼むじゃないですか。結構フライでかくない？これこれね、でかいかも。うん、出来たてでこのアジフライ食っちゃいますか。はい、じゃあってください。うん、でけえな。でかい。一尾がでけえ。いただきます。うまー。当たり赤い大当たり。うまっ。程よくね、脂も乗ってるし、身プリプリだし、うん、何よりも音聞こえてるか分かんないけど、サクサクなのよ。まあ確かに感じましたね、うん、音が。うまっ。うん、正直全体的に値段はその観光客値段ではあるかもしれないんだけど、海の町のものだからやっぱ美味しいんだよね。この値段でも全然俺はいい。そもそもアジフライ定食都内で食ったって1000円ぐらいはするからさ。まあそうですよね。浜のものが1300円、1200円ぐらいで食えるんだったらいいんじゃない。ねえ、良かったっすね。いやこれめっちゃうまい。だってうまっ。でも今日はさ、こういう撮影だからこんな感じで食ってるけどさ、普通に週末とかに来て浜焼きやりたいね。あー、いいっすね。ハマグリとかめちゃくちゃ食いてえもん。千葉の。心なしかガリもうまいし。ガリは変わんねえんじゃないかな。気のせい、これ、うん、それは心なしからじゃないかな、多分。ガリめっちゃうまい。やっぱ白飯うめえな。うますぎる。効くな。うん、この企画一発目から結構当たりよ。お店ハードル上がってましたね。ハードル上がるね。うん、うん、まっ。撮影する前撮れたかとか気にしてたけど、黙々と食っちゃうな。もう食べ終わっちゃった。食べ終わっちゃった。早くね、食うの早いな。早いよ。普通に食べちゃった。ただの昼ご飯じゃん。普通に昼飯食ってた。ソースあったわ。ポン酢だこれ。ソースじゃねえ。かけてなかった。かけてなかった。ちょっとかけてみるか、うん、ポン酢で食べるっぽいんで。あー、これドレッシング説ない。ニアミスしてるよ。かけた後で申し訳ないんだけど、これいいんじゃないですか、ちょっと味変で。いいのか。これ絶対コメント欄で言われると思うよ。それドレッシングですよって。でも気づいてるから大丈夫。いや大丈夫か。全然気づいてるから。ちょっとドレッシングでいただきます。うん、あ、でも合う合う合う。味にしっかり油あるからさ、ちょっと酸味のあるこのポン酢っぽいドレッシング、これはね、なんかちょうどよく合うよ。よかった。うん、止まんねえな。うん、
んだけうまいとさ、喋んなくても食ってる映像で持つよね。うまっ。さっき話しかけられましたけど、どんな感じでした？あ、さっきちょうどお客さんに視聴者さんがいて、毎日見てますみたいなの言ってくれて、写真も撮らせていただいて、どこ行っても声かけられますよね。街中ではあんまないんだけど、飲食店にいるとラスカルデオネ率が上がるじゃん。仕事的にも。そうですよね。2人で大阪行ったじゃない、その時もやっぱすげえ話しかけられたじゃん、多かったっすよ、あの日なんだ、全然初めての店行って初めての人たちと3時まで飲んだからね。3時までいたんですか？3人までいた。全然知らない人とね、合計4軒飲み屋に行った。みんないい人で、すげえうまい酒が飲めたよ。そうですね。毎日書いてあったもんね。そうですね。なんだ、納車があったんだよね。そう、次の日納車だったの。朝から訳ありミニクーパー。良くも悪くも結構見た目通りよ。そうっすか。ミニクーパー乗ってますって言ったら、あ、乗ってそうって言われるようだな。そうなんですね。なんか納車決まってから結構似合うって言われるんですよ。あー。なんか、おしゃれ。ぽい人ぽいって何ぽいって何おしゃれを装ってる人っぽい装ってるっぽい人ってもう大変もう食べ終わるんですか？もう終わっちゃうよ。うん、あー、まだこっちは残ってますから。残ってます。あー、ということでね、ただいま、タクシーの運転手さんに連れてきてもらった行き来亭さんで2人とも完食させていただきました。そしたらまあちょっとね、あまりにも動画的にも木更津を感じれてないから、この後エンディングは海にでも行ってちょっと撮りますか。木更津って言ったら海見て帰りたいです、ね、そうね、ちょっと木更津らしいところで撮りましょう。はい、ごちそうです。ごちそうさまです。はい、ということで本日はですね、木更津駅の方で私のね、運転手さんにおすすめを聞いて、そのおすすめをお店に行くっていう企画だったんだけど、ちょっと違かったね。ちょっと違かった。運転手さんも行ったことはないけどつって、おそらくなんだけど観光に来たらそこに行ってくださいみたいな感じで、自分は行ったことはないけど観光の方はよく行くよってお店に多分連れてってもらったと思うんだよね。まあちょっと多分企画の趣旨的には地元の人にね、こう地元の人しか知らないようなお店を連れてってもらおうって企画だったんだけど、まあただね、美味しかったし結果オーライだよね。イメージは違ったけど、そう、ちょっとね、美味しかった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 し、多分ね、ここ来ないと多分あそこ行かないじゃないですか。なかなか行かないね。そうそうそう、個人で行くってなったら難しいもんね。結果オーライです。結果オーライ。まあ皆さんもね、ちょっと第一弾企画で僕らもまだこの流れをね、掴めてないので、ちょっとね、グダグダな部分はあったりとかしたんですけど、これでこの企画はね、事前にお店を予約してやらせ企画とではないっていう、もう突撃アポイント企画ってのは分かってもらったと思いますんで、今後もね、いろんな各地で何々区とか何々市とか、まあそういった区分で広く見てね、そこのおすすめの料理をタクシーに聞いて、地元の人しか知らない美味しい情報をね、この動画を通して、この企画を通してね、皆さんに伝えていければと思いますので、この企画がね、良かったと思ったら、ぜひ皆さんもグッドボタンやコメント、高評価お願いいたします。ちょっと企画と題して2人でいろいろ旅行行きましょう。こんな感じでちょっと今後もね、この企画をお送りしていこうと思いますので、ぜひ次の、このシリーズもお楽しみください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。